やハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジラジオインハマーです。はい、現在4月14日金曜日の午後6時15分ですね。はい、さあいよいよちょっとだいぶ空きましたけどね、過去作スタートしていきたいと思います。スロースタート1話ですね。実は内容は一切合切知りません。はい、D アニメストアで見ていこうと思います。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。また広告入ってきますので、できればですね、2週目にですね、私がどこでどんなリアクションしているのかを確かめていただければと思います。よろしくお願いいたします。いきます。3、2、1、スタート。何年前のアニメなの。さあ最後に見よう。ブクブクブックス。花ちゃん。おー、すごいなこれ。花ちゃんね。これお母さんか。これモノゴッツかわいいお母さんやな。あ、シオンちゃんお母さんじゃないか。中一めちゃあかんやろ。写真撮りキャラや。あ、オープニングか。漫画タイムキララ。しのちゃんみたいなもんな。ヒロインが若干ココアに似てる気がする。ねねね、あ、近藤里奈さん、伊藤綾沙さん、峰吉智美さんと、じゃあじけ。もう峰吉智美さん、もういい日もね、声優やめはりやましたもんね。伊藤綾沙さんはもう一本の園田道でだいぶお気に入りになりました。長澤まりやさんか、あともう一人。始まりのドキドキ。ってことはまだ比較的新しいなこれ。いってらっしゃいお母さん。いつてらっしゃいになってなった。忘れ物はない。でもガラケーいうことはガラケーってことは2015年ぐらいかな、これ。あ、ちのちゃんみたいな。カムイ、カンナですか。
カムリカ。星尾女子高等学校。徳倉さん。デカリボンやな。これはリボンなのか、触覚みたいなやつね。戦国カムリ、めっちゃかっこいい名前。めっちゃかわいい。プー。戦国カムリ、カノシホの喋り方な、キューの。お、クール系な先生やな。エナミ。25人。一ノ瀬か。青木とかね、一番は間とかね、声ちっさ。あ、そうなんかい。16歳か、ほんなら。おーおー、さっきの元気っ子や。エヴァンゲリオンの最終回みたいな。徳倉栄子。宝持ち玉手。なんて、もう持ち玉手。元気やな。もう持ち。
交通安全。おう。みんなお守り一緒やん。配ってたのね。ありがたや。4月10日とかかな、ほんなら。花ちゃんさん。キララやわ。でしょうねって感じだね。そうなんや。肉弾は嫌やな。銃戦車で銃戦でつけるみたいなもんやね。あ、冠と書いてね。
愚民どもが。ザ・ JK やな、ほんまに。肉弾。あれ、おバカなシオンって、アダルティ、あ、いとこか。お気がし。桜が綺麗ね。もう今年は桜咲くの2週間ぐらい早かったんでね。何沢やこれ。しかも初日からね、初対面から。わあ、イクラのチラシや。めちゃくちゃいいやないか。いいことあった？ってか。なるほどね。いいに決まってる。2期4話ですか、 UFO。
オンちゃん何歳なんやろ。あ、いいサイズのケーキやなこれ。あ、傘か、折りたたみ傘か。まさかのネギ。あ、もんな、ちょんたち。4個目や。優しいね。もうもらったとは言わへんねや。これ母ちゃんか。オープニングで出てたね、母ちゃん父ちゃん。11時やな、結構遅まで。あ、名前を覚えられてない。ああ、終わった。あ、これ近藤里奈さんなんやね。あ、沼からされたな。日笠陽子さん、小山力也さんいたな。ほうほうほう。沼からさん好きです。近藤玲奈さんなのね。近藤玲奈さん1999年1月28日生まれなんでね。3月のパンタシア、あれ聞いたことあんな。3月のパンタシア聞いたことあんぞ。去年の秋アニメなんか歌ってたな。わ、気になるな。3月のパンタシア、あ、なんだっけな。あ、先生、次回動かんのかな。あ、シーパートや。あ、17歳。あ、それでスロースタートなんや。あ、ほんなら1個上なんやな。また見てくださいね。ああ、これ23分45秒か44秒か。あ、一ノ瀬花17歳なんや。はあ、ちょっとキャストを見させていただきます。3月のパンタシアって何だっけな。確か2000、一ノ瀬花が近藤玲奈さんね。もうあれでちゃんとしてました。秋葉メイド戦争の和平なごみね。で、徳良栄子、峰吉智さんね、もういなくなりましたもんね。メイドラゴン S のイルルでちゃんと知りました。その後に、エスターブライフ、グレートエスケープの、主人公、名前飛んだな。で、桃地玉手ね。あ、これが伊藤彩紗さんか。もう完全にもう一本の園田道でね、お気に入りになりました。
知ったのはあれですね、街角魔族の、生松だ。で、戦国カムリが、長澤まりやさんと。京塚し、あ、シオンじゃんって、真央さんなんやね。で、榎並清瀬っていうのが、あ、先生が沼倉さんか。渋い役やってはったな。沼倉さんもね、お前まみこですから、ほら。で、一ノ瀬葉月が、お母ちゃんが日笠さんか。で、お父ちゃんが小山力也さん。ここすごいな。大谷秀天音、ね、誰や。小鹿の魔衆、誰や。今井千尋、誰や。ほんで、教員、桜井春美さんか。エンジェルビズの中村ゆりね。で、辰巳ゆい子さんもいたのね。辰巳ゆい子さんをちゃんと知ったのは、あれですね、キスシスの名前飛んだな、お姉ちゃんね。武田彩音さんと双子やってましたけども。で、最近では神たちに拾われた男の、みやびですね。まあ、なんやろ、ザ・ JK の日常アニメですね、これは。やけど、このなんか中学で浪人したってのが気になんな。なんかあんのかね、花には。病気で浪人とか、それ浪人って言わへんか、それ留年か。でも中学留年ないもんね。まあ高校浪人したってことだね。だからで、このなんか一個の実は年の差ってのが なんかこう響いてきたりするんやろうか。ちょっと気になるね。そうか、スロースターってそういう意味なんや。はあ、うん。はい。で、3月のファンタジーはね、ちょっとウィキペディア、これはどれや、ディスコグラフィーでいいんかな。なんか最近見たけどな、何やったかな。なんかの、なんかのタイアップをやってた、タイアップちゃうわ。あ、カッコーの稲漬けか。なるほど、カッコーの稲漬けのエンディングか。はいはい、なるほどなるほど。なんか最近見たな思ったら、うん。はい、ということで、まあまあ、なんかほっこりアニメですね。うん。まあ楽しんでいきたいと思います。スロースタートだけに、多分見ていくのもスローになるかもしれません。そうか、そうでもないか。まあ今月ね、相変わらず暇なんで、仕事も今月4月9日1本しかないんでね。まあまあ、マイペースで見ていこうと思います。はい、以上、スロースタート1話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここから僕の自己紹介タイムです。興味のない方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやっております。普段やればできる、諦めない、これを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響により約3年2ヶ月にわたって仕事がまともにございません。貯金だけでなんとか生活してます。3月3日までには48連休を経験。10月以降はインボイス制度というものがスタートするんで、収入の有無に関わらず1割を国に持っていかれるというね、もう危機的な状況がずっと続きます。収入ないのにね。はい、どうやって生活していくんでしょうか。まあ、そんな中でアニメのリアクション、一生懸命やってるつもりですけども、昨年の4月の25日に一度だけですね、リタイア宣言出しております。ただ皆様の応援の声をいただきまして、結局1日も休むことなく今日まで続けて1114日です。1日も休んでません。まあ、そんな、中ですけども、おととしの8月18日から2020年の4月頭にかけての約1年5ヶ月分、推定2000本以上のリアクションの動画自らの手で削除させられるという地獄を味わってます。まあ、それを乗り越えてやってるんですけども、13年以上使ってきているこのパフォーマーとしてのチャンネルでスタートしてしまったんで、昨年の9月の14日に新たにパフォーマーのチャンネル立ち上げてます。ぜひこっちの応援もお願いいたします。毎日19時に1本だけ動画投稿します。 URL を説明文に載っけてるんで、ぜひ1本でも再生していただいて、高評価、チャンネル登録いただけると大変助かります。はい、で、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてます。こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアク職人ことマジ大道芸人浜田でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。